テリー土屋の車の話始まりました。なんかいいことあった？ あんまりないです。あ、車を買いました。車を2台買いました。すごい。何買ったの？まずね、実はこれね、プリムスのアロ、あ、これです。プリムスアロってやつだ。あ、プリウスじゃなくてプリムス、これ実はですね、あの、三菱の車なんですよ。左ハンドルで。そうなの？はい。で、もうこれ多分ですね、1980年代ぐらいの、まあ、70年代の車だと思うんですけども、ね、どこで見つけてくるの、こういうの。これは浜松で見つけてきたんですけども、後ろがシェル、ほら、まあ、これかっこいいですよ。かわいい。ピックアップなんですけども、シェル付きで。見たことないでしょ。ないない、見たことない。え、シェル付きでどうなってるんですか？キャンピングカーみたいになってる、キャンピングカーでしょ。もともとピックアップなんですね、トラックなんですけども、うんうん、この後ろに、この白いでかいのはこういうのシェルって言うんですけども、うん、これをすることによって、うん、なんかちょっとなんかアメリカっぽいね。え、おしゃれ。いや、おしゃれおしゃれ。いいですか、これ。かわいいかわいい。はい、これちょっと後ろにタキーズって書いてあるでしょ、うん、これタキーズって変な車いっぱい置いてある、ね、変な車っていうのが、ちょっとパトカーあるでしょ。パトカー、あれも劇場用の西部警察で使ったパトカーを売ってるんですよ。ほんとだ。ここのタキさんとばっかり売ってる。もう怪しい男なんですよ。で、この車をなんか持ってきたんで、これ僕見たことないなと思って、うん、浜松で買って。いや、これはなかなか見ないよ。でしょ。おそらく日本で1台だと思います、うん、まあ、これを1台買いまして、もう1台買って、さらにですね、これです。ダイハツヘローバギー。知らないでしょ。やっぱ変わってる、あなたは。え、テリーさん、これどこで乗るんですか？変わってる。変わってるんですよ。ね。これ、そう、バギー。これダイハツフェロっていうのは、これ1970年代のやつなんですけども、もう今からもう、ああ、52年前の車なんですけども。これちゃんと動くの？まあまあ動きます。まあまあ。まあまあ、まだほどほど。同じ問題。で、まあまあ。そう、これね、実は限定、当時ダイハツが100台作ったんですけども、うん、現存してる車はおそらくもう10台ないんじゃないかな。いや、だって見たことないもん。見たことないと思います。ない、はい。まあ、あの、これはどこで見つけてきたの？これはね、千葉にある爆発オートっていうちょっと怪しい店なんですけども、これネットで調べてたら、こんな面白い車あるんだと思ってこれ買っちゃいました。あ、そう。はい。いや、これは見ないわ。見ないんですよ。だから意外とも、ね、プリムスもそうだけど、これも見ないわ、うん、見ないんですよ。でさ、うん、今日は何なの？今日は何なの？ですね、いや、でもこういうこだわりの車もそうなんですけど、はい、あの、まあ、高級車、人気車種などなどですね、はい、まあ、人気の車に乗っていると、うん、ちょっと怖いことってありますよね。怖い。あの、車両盗難。あ、あるよ。だってそれこそテリーさんの車は。これは盗まれやすいよ。ね、盗まれるかもしれない。いや、これは盗まれたらあっという間に盗まれるんですけども。わかるわかる。いや、でもね、今さ、それこそね、あの、トヨタのランクルとか大人気でしょ。すごいすごい。で、よく言われてるのはね、買ったばかりのランクルをそのままなんかね、なんか海外に、なんか持ってかかれちゃうみたいな、なんか窃盗団っていうかさ、ある。よく言いますよね。だから、ああいう車怖くて乗れないですよね。ちなみに対策って何かされてますか？あ、盗難対策？はい。土屋さんどう？何にもしてない。何もしてない。だって盗まれるような車じゃないもん、俺の。え、そうですか。トヨタのカローラだもん。でも土屋さんが乗ってるから盗みたいという人も言ってくる。オデッセイも盗まれないもん。そうですか。レクサスとかさ、あ、レクサス、ランクルとかさ、人気車種やね。人気車種。ごめんね、人気ないんだよ俺の車。そんなことない。いや、でもさ、やっぱりね、車大事にしてる人はね、盗まれるとショックだもんね。そうそうそう。まあそうだよね。うん、それはそうだよね。加藤さん、はい、あれですか、あの、この盗難、まあ、ね、よく言われてますよね、日本でも、はい、年間大体どのぐらい盗難車っていうのはあるんでしょうか？そうですね、平成15年頃に6万4千台を超えてピークだったんですが、6万人、はい、そうです、6万台以上盗まれてたんですね、うん、あの車の盗難、うん、それがだいぶ減ってきまして、今10分の1ぐらい、まあ、6千台を切ったような状況ですね。だからそれはさ、はい、防犯グッズをつける人が増えたから減ったんでしょ？それはですね、いろんな対策がやはりございまして、はいはい、防犯グッズをつけたっていうのも一つだと思いますね、うん、それから皆さんがちゃんと意識をして車を守りたいと思っていただいた、これが結構大きいと思いますね、うん、はい、だけど何にもしない人が盗まれてるじゃん、レクサスでもさ、ランクルでも、うん、自分家の車庫で盗まれるんだもんね。車庫で盗まれますね、はい、あ、そう。だから防犯グッズつけてるところだとやっぱ盗みにくいんだよね、うん、実際ですね、私どもの製品をつけていて盗難未遂ですね、うん、とね、合いそうになったけれども、うん、ちゃんと車を守れたっていう実例が結構あります。あの、今回番組調べではあるんですけれども、身近な防犯方法をいくつかちょっと調べてみたんですが、うん、まあ、こういう防犯方法が、こんな、
ハンドルロック、タイヤロックはよく聞きますよ。タイヤロック、うん、タイヤロック、ハンドルロックはよく聞く。ハンドルロックはうちでもね、これでやりましたよね、うん、番組の中で、ね、はい、そう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 。これ加藤さん的にご覧になられて、これがまあ有効なもの、うん、でいうとどれになりますか。これはですね、その犯罪の手口によって実はちょっとずつ違うんですね。基本的には全部つけていただくと一番商売的にはありがたいんですけれども、うん、あの効果的なっていう意味で言うとですね、さっきのキャンインベーダーとか、うん、リレーアタックに対しては電子式のですね、セキュリティアラームっていうのがあります、はい、これが有効です。これが有効、はい、キュインキュインキュインそうですそうです、アラームが鳴るんですけれども、はい、イモビライザー、車標準のイモビライザーではなくて、うん、後付けのイモビライザー、うん、これは解除できないんですね、うん、犯人は解除できないので非常に有効なんですが、はい、まずですね、時間をかけさせると、うんうん、盗難を防ぐというよりも時間をかけさせるという意味で、うん、ハンドルロックやタイヤロックも有効です、うん、はい、あ、時間ね、取るの大変そうです。ボディカバーってあれは、あれ何でもないですか。これはですね、人によりますね。価値ないでしょ。いえいえ、長期間ご旅行に行かれたりとか、はい、車を使わないときには車種を特定させないという意味で意味があるんです。あ、そう、はい、そういうことか。そうなんです。これ僕やってますよ。あ、ぜひやっておいてください、これは。基本的に下見をするんです、犯人というのは。あ、必ず下見するんだ。はい、昔は、まあ、盗難されたプリウスってこれ非常に音が静かなので、うん、それで下見をして、あるいは最近ですと、マッピングアプリ、なんていうんですか、地図アプリみたいなものがあって、あー、 Google マップとかですね、Google の、はい、そのアプリで見てここに特定の車種があるぞっていうのを下見をしていくんです。マップで、はい、特定の車種が限定できるんですか。ストリートビューが非常にクリアに映っていて、人の顔はモザイクになってますけど、そういうことは、ね、ストリートビューで丸見えです。グーグルマップでさ、家にいるだけでこうやってもう、ね、調べられるもんね。ね、これでもほら、それこそお値段もいろいろあると思うんですよ、うん、あんまり高いとね、そうだよね、そうだよね、ちょっと抵抗もある方も、例えば駐車場にセンサーライト、あ、これはピッてやるやつですか、うん、これはそうですね、夜間が中心ですけれども、不審者がいた時に、うん、人の人影をキャッチして光を出す、うん、これやってます、うち。はい、うーん、僕はボディカバーとセンサーやってます、はい、ホーネットの、はい、LH5LB というタイプなんですが、これハンドルをですね、こうです、なんていうんですか、 L 字型にして固定するようにするんです、はい、うん、あ、これですよね、はい、これでもやったら、はい、いや、外せないもんね、うん、普通外せない、簡単に外せない、うん、そうですよね、はい、これ鍵ですか。そうです、こちらの鍵、ディンプルキーがありまして、はいはい、これを差し込んでいただくと、これちょっとどんな鍵、はい、こちらにですね、こう、はい、鍵が入れるところがありますが、はい、あ、そこでやって、でも確かにこれが、あ、それでガチャンとして、なるほど、こういう形で、それでステアリングホールドしたら、そうです、はい、これでも、これ十分じゃないですか。これでもかなり効果ありますね、実際の、未遂に終わってるケース、これでもかなり守られます。あと、はい、これ見たら普通ビビって、そうですね、もう諦めますよね。実際諦めますね、え、はい、これ窓から見た時にね、そうですよね。中にはですね、これ切断するような道具を持ってきて、うん、もう是が非でも撮ってやろうって、そういうのもいるんで、それもビデオに映ってたり、防犯カメラに映ってたりするんですよ。それよっぽどいい車ですよね。さっきおっしゃってた LX ランクル系です。そうだよね、はい、そうです、はい、それぞれですね、うん、ちょっとセンサーの種類ですとか、ああ、できる機能が違うんですが、これが一番5万円ぐらいでお買い得な、うん、これ具体的にどういうやり方を、はい、こちらホーネット 728V3 という製品なんですが、はい、車に乗っていただいた後に、うん、セキュリティのリモコンを操作して、はい、こちらでセキュリティオンします。オンします。私もセキュリティアームって呼んでますけれども、うん、はい、まあ、武装状態にするっていうんですが、このアーム状態で5秒後からセンサーがですね、作動してまして、ドアを開けたり、例えば車の窓ガラスをコンコンとこう割られそうになったという時に反応して警報が出せます、うん、なるほど。まずこれだけでも結構有効なんですね、うん、はい、その時にね、例えば駐車場に置、はい、置くとしますよね、はい、でこれなんか触ることってあるじゃないですか、例えば隣の方とかがね、そうすると誤作動というか、はい、動いちゃうってことは何でしょうか。昔のシステムは誤作動だらけだった。うん、で私ども30年ほど前に特許取りまして、はい、今ご指摘のように猫がボンネットに飛び乗ったとか、うん、そうですよね、はい、トラックがガーッとこう通過した、うん、これでは誤作動しないような特許を取ってですね、対策しておりますので、そういうことか。これとこれは何が違うんですか。そうですね、これセキュリティのつけられるそのセンサーの数がだんだん変わってくるんですが、特に違いはですね、これキーフリー、キーレスリモコンとの連動ができる、
車純正のリモコンとの連動ができるので、うん、便利により便利にお使いいただけるんですね。こちらですとあえてこのセキュリティ専用リモコンを操作して、はい、車のドアロック解除また別のリモコンでやる必要があるんですが、うん、利便性を追求したのがこちらのバイパー330という写真がすごいよね。このヘビですね。コブラ、コブラですよね。コブラです、はい、食いつかれちゃうんですよ、わってね。まあ、毒を持って毒を制すっていうので、うん、コブラとか、これあのホーネット、スズメバチなんですけども、うん、私もヘビ同士なんですけど、そういう感じでキャラクター別に聞いてませんよ、ありがとうございます。これいいじゃないですか、ね、最高の情報でした。これだから手持ちの車のキーと一緒に連動なわけでしょ、うん、はい、これがいいじゃない。これがいいです。ジャラジャラつけたくないもん。これだいたい10万円ぐらいで、うん、はい、お取り扱い、うん、だいたい10万円ってことはなんかあれですかね、車線で安くなるの、はい、特別クーポンがあるときには安くなります。あ、2割引くぐらいなんで。そうですね、はい、じゃあここからこれは何が違うんですか。これがですね、一番人気のモデルです。バイパーの、はい、7301V という商品なんですが、はい、まあ、フルセットに近いものです。こっちが一番高いやつ、はい、そうです。これ15万円ぐらいするんですが、あの先ほどリレーアタックとか、うん、キャンインベーダーとかありとあらゆる犯罪に対応して、うん、もうエンジンかけられなくできるとかです。この車標準のイモビライザーっていうのはキャンインベーダーで解除されちゃうんですよ。エンジンも、はい、そうです。これをつけていると不正にエンジンの始動ができなくなります。これは、はい、これもオプションなんですけど可能です、はいはい、ああなるほどね、はい、ほらそれこそさ、ランボルギーニとかフェラーリとかってことはね、うんうん、もう何千万もするから、うん、ね、ベントレーとか、あ、ランボ盗まれるね。そうだったら ね、これ10万ちょっと15万でしょ。すごいいいことをおっしゃっていて、私あの消費税 10% の時代にですね、うん、セキュリティは 3% ぐらい、うん、車両価格の 3% ぐらいはぜひセキュリティにお金使っていただきたい、うん、そうですよね、はい、家にほらそれこそ、ね、セコムさん入るみたいな形でさ、うん、大切ですよね。間違いないですね、うん、やっぱこれが一番売れてるんですか。そうですね、こちら大人気ですね、まあ、そうだよね、はい、うん、全部付きだもんね、うん、うん、じゃあ今回はですね、あの一番人気であるのがこれですね、うん、あ、これですね、はい、これこのバイパー 7301V、うん、はい、これをですね、もう実際につけている状態のデモカーを外に用意してありますので見に行きたいと思います。はい、ではですね、加藤電機さんの防犯装置が装着されたデモカーを見ていきたいと思います。はい、セキュリティラウンジ名古屋のインストーラー榎本さんが装着してくださったということなので、うん、お話を伺いつつよろしくお願いいたします。お願いします。このアルファードにいろんなその装備がついてるんですか。そうですね、先ほどのご案内申し上げました、はい、バイパーの7301、はい、これがついてます、はいはい、じゃあ榎本さんは今から泥棒になるんですか。あ、そうですね、ちょっと泥棒役で泥棒役をさせていただきたいと。電波をですね、あのリレーアタックの先ほど手口が出ましたけども、ここにあのスマートキーがありますけども、このスマートキーがおよそ1メーターぐらいの電波をもう常に出してます、電池がある以上は。なるほど。でその電波を先ほど悪用してリレーのようにつないでいくっていう話でしたので、この電波そのものを先ほど玄関で、あの玄関に置いておくだけでも危ないよというのはそのためなんですけども、それをここに入れて閉じることによって電波が遮断されますので。これって普通の革じゃないんですか。あ、これ特殊な革ですね、電波を遮断するケースになります。面白い。もうスマートキーだと普段ここで聞くはずなんですけど、例えばこれ開けますと、うん、そうするとでこれを入れると、うん、そうですね、聞かない。本当だ、遮断されてる。でこれだけでも効果はあるんですけども。効果ありますね、はい。ただもう一個のキャンインベーダーという手口の話が出ましたが、はいはい、キャンインベーダーの方はこの先ほど車両システムがこの車のネットワークに入ってまして、はい、特に2020年前後、まあ、というか新しい新車の方からこのヘッドライトの裏にあります、まあ、いわゆる車両コンピューターにつながるコネクタ、いわゆるそこのコネクタに犯人がアクセスするんですね。でそうすると、まあ、大体ここをボコッと外したりとか、はいはい、まあ、具体的に言うとあれですけどあのそこにある特定の機器をつなぐことによって車内に侵入しますので、はい、そうするとあの車両コンピューターを、まあ、ハッキング完了みたいな形になって、まあ、いわゆるそのスマートキーと同じことができますので、例えばハッキングが成功するとこうアンロックできてしまうわけですね。でそうすると次犯人は中に入って、うん、今の車ってプッシュスタート車ですから、はい、ブレーキを踏んでエンジンかけるだけですから、はい、これもちろんかかってしまうわけですよ、はい、
かかりましたと、はい、まあ、ちょっとハイブリッドなんで分かりづらいですけども、あのこういうふうにかかってしまいますけども、ただここでバイパーを作動します、はい、これでセキュリティ作動するんですけども、はい、そうしますとあのバイパーあのアクリルスキャナーが光ってギラギラ光ってますけど、これ先にセキュリティ作動中なんですけども、うん、そうすると今度まあブレーキ踏んでエンジンをかけようとすると、おでエンジンもかからない、お、はい、だ結局、はい、あのバイパーというシステムそのものが独立してますので、ええ、あの車両コンピューターにハッキングされたとしてもこのバイパーカーセキュリティをハッキングされませんから、うん、あの今のように防犯できるという形になります。これはすごいですよ、はい、セキュリティを作動してますとこういったガラス割りこう叩いたりするわけなんですけども、うん、そうするとあのまず警告を鳴らしたりですとか、あと実際にもう一回やっていいですか。あ、どうぞどうぞ。わあ、ね、はい、こうなる、こうなります、あれだ、この音で威嚇しますので、はい、絶対動画できないですよ、これ。そうですね、でこれが30秒になりますけども、まあ、これ止めますけど、ちょっとうるさいんで、はい、止めます。そうしますと30秒間でも犯人は威嚇されますから、もう周囲を気にしてますし誰かに見られてるんじゃないかってことで、あのまあ、退散するというか、私もつは威嚇するという形で。先ほどあの加藤社長もちょっと話したんですけども、誤作動ってありますよね。あ、誤作動よく言われますね。ね、はい、まあ、ただ事故はこんなになったり、はい、まあ、例えばワンちゃんがぶつかったり、酔っ払いとかね。そうですね。例えば野球のボールが当たるとか、それぐらいの。そこがですね、ポイントなんですけども、はい、あの私どもこれ今ちょっと来てますけども。はい、バイパーのこういった専門店というのが全国にありまして、うん、で取り付け講習からセッティングから全てをその、まあ、専門としてやっているお店があります、うん、でやはりその誤報っていうのが気になりますし、特に日本人だとその音が鳴るだけでも近所迷惑になりますので、うん、そういったところであのセッティングとか取り付けっていうのを非常に重視してますから、あの当社としてはあの取り付けも含めたカーセキュリティとして販売させてもらっています。さあ今回は車の防犯特集、大切ですね、うん、いや絶対やっぱりさ、ね、旧車とか高級車はつけた方がいい、うん、ね、僕恥ずかしかったですよ、正直言って。俺全然そういう防犯に対する意識があまりにも薄いんで、あなたの車には必要ありませんよ鍵つけっぱなしですから僕ね。いや本当にね、そう見るとこれちょっとね反省してます、ね、はい、つけさせてもらいます。気持ちから変えていかないと、はい、テリーさん失礼しました。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当すごい、うん。ありがとうございます。ね、あの今のところですね、弊社の取り付け、先ほど のセキュリティラウンドですね、のグループで取り付けをしたバイパー、うん、このシステムが盗難にあったのゼロです。わー、すごい。はい、時代も、はい。これはすごい。あとそのね、江上さんが持ってるその鍵ケース、鍵ケース、キーケース、うん、それいいですね。でも他にもね、そのいいですね、それっていうのはもういっぱいありますもん ね。だから自分のその生活というか、あ、そうですね、あったものを選んで、うん、そうだね、組み合わせるといいかもしれませんよ、ね。ありがとうございました。ありがとうございました。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。